チャンネルで話すのは初めてなんで、ちょっと新鮮ですね。島はもうヤンキー高校しかなかったんで、そうなんですね。ちょっと中学の頃いじめられてたとかもあって、ああ、なるほど。Hello there! 始まりました。もう一つチャンネルです。今回はですね、いや、スペシャルゲストですね。あれ、土砂降りだったんでしたか？いや、そうですね。もう、ちょっと急な、はい、8月に撮ってますね。雨がね、はい、台風の日です。台風の日で、びちゃびちゃになっちゃいましたね。はい、あ、スペシャルゲストだったんですね。あ、なんてお呼びすればいいですか？あの、武田塾チャンネルから来た高田と申します。そうですね、よろしくお願いします。結構ね、あの、高田って呼んでる人が多いんですよね。あ、はいはい。あの、順次の方じゃなくて、ジャパネットの方で。そうそうそう、ジャパネットの方で。はい。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。出ていただきたいという、はいはいはい、ラブコールにお答えいただき、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。普段はどういった活動をしてらっしゃるんですか？普段武田塾チャンネルで、まあ、はい、参考書で勉強しようっていう塾なんですけど、はいはいはい、そのおすすめの参考書だとか勉強法とかを動画で公開してます。はい、そうですね。みんな、なんであの本当にジャパネットみたいな喋り方なんですか？みんな全員ですか？あの、長森さんも、長森さんもジャパネット高田の喋り方ですよね。あ、それ無意識です。あ、無意識寄せてはないです。だって寄せてんのかと思って。え、じゃあ中森さんに寄せてはいない？全然全然、まあ尊敬はしてますけど。尊敬、はい、本当ですか？いやいや、早く早くあの席譲れとか。いや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 、決して決して。あの、仲良くやってますんで。そうでしょっけ、はい、僕もね、出ましたんでね。はいはい、そうですよね。はい、殺伐としてます。いや、そんなことはないですよ。和気あいあいと楽しんで武田塾さんで撮ってますから。まあ、なんかちょっと殺伐としてるんじゃなくて、怪しい方はぜひ見に来てほしいですけど。全然そんなことないですよ。ね、はい、あの、公開収録とかもやってますもんね。ああ、そうです、そうです。詳しいですよ。よく見ていただいてありがとうございます。あ、でもあの時作ってますもんね、公開収録に。いやいやいや、その親密な関係演技してないです。普段からです。裏ではこんな、これタバコ吸わないですし、なんすかこの。いやいや、全然仲良くやってますけどね。まあ、だけだけ、はい、まあ、なんとか攻めていかないと。いやいや、すごい、芸能リポーターの方ですか？マナビズムの時だから、なんかね、高田さん NG が多いって言ったから。え、そうなんですか？裏で僕そんなこと言われてるんですか？いやいやいや、まあちょっとね、こう、受験生誤解与えてしまうような、やっぱ、発言でも多かったりするんで。普段活動的にはどれぐらい？はいはいはい。まあ、ほとんどがやっぱ動画。まあ、動画撮影したりだとか、あとまあ、武田塾全国200校舎ぐらいあるんで、まあ、あの、森田先生とかもそうだと思うんですけど、まあ、いろんな校舎回ったりだとか、あと、まあ、武田塾の、まあ、校舎長になる先生とかが新しく入ってきたりするんですけど、その先生と研修したりとか。あ、研修したりするんだ。はい、そういう感じです。炎上すんなよみたいな。いやいやいや、あの、しくじり先生じゃないんで、炎上僕してないですし。あ、そうか、なんか、はい、似てる人が炎上したかもしれないですけど。なんか似てる人が、なんか特技炎上の人がいましたね。基本的にはまあ社員さんですね。あ、そうですね、はい。あの、そんな話までするんですね。いや、みんな多分ね、分かってない。まあ、なんか予備校の先生だと、こう、なんかこう、契約じゃないですけど、はいはい、なんかそういうね、あの、大物先生とかやったら、そういう先生も分かってしまうんですね。だから多分これ、なんかちょっと汗が止まらないですね。汗が止まらないですね。攻められてる、攻められてる。攻められてますわ。でも多分もう爆笑。笑わないすか？そのタオルぐらいで。はい、先生たちもいるじゃないですか、動画出てる。ああ、はいはいはい。山見先生とか中森先生とか。山見先生、長森先生。はい、中森、はい、中森、長森。中森、中森、ややこしい。はい、ややこしい、中森。ここ、そうか、高田、中森で。中森。濁点はつかないってことで。つかないですね。山、B は、山、B だけつきます。あと、まあ、林塾長とかも出てます。あ、そうですね、林。まあ、林塾長はもう一人だけ、なんか稼ぎが全然違う。いやいやいや、稼ぎの件はね、ちょっと。ね、で、あとの。はどうなってんですか、誰が上だ。いやいやいや、知らないですよ。給料面じゃなくて、給料面じゃなくて、誰が一応ちょっと位としては、あ、位ですか。武田塾の組織としてですか。そんな話するんですか。責められますね。まあ、一応中森先生がその教務というか、そうですね、その塾の、まあ、指導法だとか、はい、まあ、参考書のルートっていうのがあるんですけど、はい、まあ、その責任者というか、はい、教務部長っていうポジションで、はい、まあ、僕とか山美先生とか教務っていう、はい、その、まあ、下というか、そんな感じですね。じゃあボスいて、下2人はどう。え、まあ、まあ、一応山見先生の方が先輩は先輩ですね。先輩なんですね。先輩は先輩です。ああ、だから、向こうの時は最初にあっちが出るんだ。はい、どう考えてて逆だろうと思う。いやいや、それはその順番ですか。いやいや、やめましょう。山見さん、もっとね、突っ
米うまければな。そうですね。そうですね。そうですねとか。あと、ね、あと立ち位置も逆の方がいいんじゃないかな。立ち位置ですか、どういうことですか。なんかこう突っ込めばいいね。こうなってる場面が多い。山口さんの顔が隠れてるやつがちょっと多いなって。ちょっと、はい、何のことか分かんないですね。山口さんちょっと言っときますわ。あ、そういうか、山口さん先輩だったんですね。一応先輩ですね、はい。僕が高校生の頃にはもう武田塾で働いてたんで。そうなんですね、はい、一応6つ差です。そんなに差あったんですか。実は、はい、中森先生とか林塾長が同い年、同級生なんです。35とかやったんですけど、山口先生が29で今年30で、僕23なんで。全然、なんて言ってるんですか、全然見えないですねっていうのも全員に失礼だしね。全員じゃない、山口さんには失礼じゃない。まあそうですね、もう同い年ぐらいって思われがちですが。へえ、そうだったんですね。はい、どうやって今まで、はいはい、ですね、勉強してきたかみたいな。ああ、ね、いいんですか、はいはいはい、そんなの話したことあるんですか。いや、あるんですけど、武田塾チャンネルで話すんで、はい、僕のこと知ってくれてる人に話すじゃないですか、はいはいはい、そうですね、なんかこう、また同じ話かよみたいな空気にはなるんですよ。なるほど。こういうちょっと他のチャンネルで話すのは初めてなんで、うん、ちょっと新鮮ですね。じゃあきっと新たなファン獲得。いや、そうですね、もうちょっと僕英語は苦手なんですけどね、はい、英語は苦手なんですけど、ね、そう、みんな英語が弱いって聞きましたけど。いやいやいや、みんな中森先生はできててほしいですけど、はい、まず勉強自体好きだったんですか、ちっちゃい時から。あ、いや、好きじゃなくて、はいはい、でも僕小学校が兵庫県の淡路島っていう、はいはいはい、島で生まれたんですよ。で、小学校が1クラス17人だったんですね。おーほーほーほー。で、17人中8人の親が漁師なんですよ、はい、おーほーほー。で、僕もおじいちゃんおばあちゃん漁師なんですよ、はいはい、で、このまま行くと漁師になるんだろうなみたいな小学校を出てたんですよ、はいはいはい、で、ちょっとやばいなみたいな。漁師の専門学校みたいな。漁師の専門学校。まあまあ、それに近いものあるかもしれないです。ちょっと僕、運動も苦手やったですし、はいはい、なんかまあ漁師はね、すごいいい職業やと思うんですけど、島から出たいなって気持ちがあって、なんかもう君の名はの三葉の世界というか。ああ、わかるかな。東京行きたいみたいな。東京行きたいってやつですね。滝くんみたいな ね、 もしくは吉行くぞ。吉行くぞ。それはちょっと分かんないですけど、俺はこんな村嫌だ、知らないですか。まあまあ、そう、あ、そういうイメージです。イメージとしてこんな島嫌だ、ね、で、はい、まあちょっと勉強するかと思ったのが中学生ぐらいの時ですね、はい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 、え、島ですか、中学校。島の中学校、一学年60人のね、はいはいはい、北団中学校っていう中学校です、はいはい。で、そこから高校でじゃあ島出るみたいな、はい、そうなんです。まあちょっと高校受験頑張ろうかなと思って、はいはい、もうその淡路島から行ける、まあ、公立の、ほうほう、まあ、そこそこいい高校、ほうほうほう、まあ、島はもうヤンキー校しかなかったんで。そうなんですか。もう ここには行かへんと思って、で、ちょっと中学頃いじめられてたのかもって。ああ、なるほど。こんなライブなんて、こんな話はしたことないです。そうなんですか。もういじめられてたんですよ。で、もういじめられそうじゃないですか。そうですね。え、でもその頃、はい、身長はどうですか。身長は高かったです。175ぐらいありました、中学。あったんですね、もう、はい、中学野球部やったんですね。なるほど。41打数38三振で。え、左利きでした。いや、僕右利きなんですけど、中学の先生に左利きに左打ちでやらされて。いや、めちゃくちゃ。いや、もうなんか素人は左からがええんやってね、ベースから近いからいうことで、もうやったんですけど全然打てなくて。いや絶対右打ちでやった方がいい。いや、本当そうなんですよ。あの時のね、中学の野球部の先生にはちょっと未だにね、怒ってるんですよ。怒ってます。右打ちで指導してくれるメンバー。そうですよね。はい、まあでもほら、左打ちでやってくれたおかげで今のスターが生まれたわけじゃないですか、はいはい、スターってそんな関係ないですけど。でも、まあ、もしかしたらね、右打ちで活躍してたら野球の道選んだかもしれないんで、わかんないですけど、全然ほら、ね、目が出なかったかもしれない。あ、確かに確かに、二軍選手でね、はい、いや、今やもう飛ぶ鳥を落とす勢い。本当すか。もう誰もが知ってる人になりつつあるわけじゃないですか。あ、それはまあ確かに YouTube のおかげで、それはありがたいですね、本当に。 YouTube が生んだ教育系のスター、はいはい、ちょっと一旦汗かきますか。はい、もう今サウナに私たちいます。そう、サウナで撮影してます。ではもう、はい、本格的に高校受験で、はい、そうですね。ただ言うても偏差値57ぐらいの高校です。ああ、なるほど。兵庫県立明石北高校っていう。その偏差値って響きがいいですね。よく聞く。あ、本当ですか。いや、まあ、塾の先生だって我々の、はい、明石って町で一番みたいな、そういうとこ、はい、そういうここに来ました。その頃、教科は別に取るできたんですか、はい、英語。ああ、いや、まあまあ高校受験はまあそれなりにです。その高校に受かるぐらいのって感じですね。
で、はい、高校からさらに勉強をし始めるわけです、はい、そうですね。でなんでやっぱ当初からのこう漁師になりたくない、島から出たいっていう目標があったんで、まあ、そこそこいい大学には行きたいなと思ってたんですよ、うんうん、神戸大学、まあ、地元から行ったらめっちゃかっこいいなと思ってたんで、はい、神戸大学行こうと思って、でただ自分の高校からだと本当にトップじゃないといけないと、うん、だから最初森田先生も働かれてる東進に、はいはいはい、高1の入学式前に入りましたね。へえ、早い、はい、めちゃめちゃもうスタートダッシュバーン切りました。なるほど、はい。Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.